はいどうもセナです。今回はこのゼルダの伝説スカイウォードソードというゲームを実況していきたいと思います。いやもうなんだろうね、もうゼルダのシリーズはもう5、6作品目ぐらいかな、もうかなりのね場数を踏んでいるわけでございますから、もうここは意地の見せ所、ゼルダプレイヤーの意地の見せ所というわけで、もうかなりねスマートに攻略していきたいと思ってるわけなんでござるよね。はい。でね、始める前に一つぐらいちょっとね知っておいていただきたいという情報があるんでござるよ。それは何かというとね、なんだろう、ちょうど一応、あ、始まっちゃう、危ない危ない危ない。A ボタン、A ボタン。で、それは何かというと、これをね、ちょうど1年ぐらい前に同じゲームを実況しているんですが、まぁ、ちょっとね、一つ目の神殿の中途半端なぐらいのところで止まっているんですよ。まぁね、ちょっと、まぁいろいろ、なんでしょうね、一身上の都合がありまして、これまでね、更新がストップしていましたが、今回ばっかしはねもう最後までやり届ける所存でございますので、これからもよろしくお願いします。というわけで A で始めていきましょう。始める。で、リンク、これがね一度全クリした、オフのねやった時のセーブデータで、こっちが途中で止まった、セナのセーブデータ。というわけでこっちの緑の葉っぱ、新しい旅の勝利に、記録していきましょう。でここはリンク、普通にねもうじゃあここはセナでやっていきましょう。もう最初、あ、ちょっと待って、なんか、ウィーリムコンがおかしい。はい。普通にセーナーね。もう最初はね、この、なんだろう、もう携帯の打ち方みたいな感じで、もうこれに新鮮味を感じてもならなかった。というわけでやっていきましょう。最初はムービーだったかな？それではムービーどうぞ。静かにしておきますよ。セナ、目覚めの時が来ました。まもなく大いなる運命があなたの元を訪れるでしょう。目覚めの時です。セナ、まだす。目覚めの時が来るのか、まだす、ちょっとまだなのか、ちょっとどっちかにしてほしいですね。というわけで、おねぼうリンクさんが起きて、今手紙が届いたのは、ゼルダからの手紙ですね。まだ、多分このスカイウォードソードをね、知らないって方、どこの誰がゼルダなんだみたいな感じで思ってるかもしれませんが、まあ進めていきましょう。
お寝坊さんのあなたのことだからきっとこの手紙が届くまで寝ていたと思います。当たった？頭に直撃しました。おはようセナ、今日はいよいよ鳥乗りの儀ね。今朝の約束覚えてる？ゼルダより。にやというわけで、ここからね、多分騎士学校ですね、今ここは。騎士学校の、もう学寮みたいな感じかな。というわけで、リンクさんが今からもう動かせるようになりました。でね、もうこれね、多分ね、なんだろう、一番変わった点っていうのは、この頑張りゲージっていうこの緑のゲージがあるんですよ。で、ここではあんまり、早くは走れないですけど、まあ、外出たらね、もうかなり早く走れるんですよ。こうやってダッシュ、あ、いた、あ、しまった！あ、どうしよう、どうしよう、これ、怒られるわ、怒られるわ、これ。というわけでね、この L 注目っていうのはヌンチャクの Z ボタンかな。これで L 注目で蚊に歩きができます。というわけでね、もうスカイオードソード買ったっていう皆様は、もうヌンチャクをもういじくり回してください。というわけで、ここ多分確か開けたらお金が入ってたと思います。開く。ガメついですよ。あ、ゴルピー。アオルピを見つけた。これで一つゴルピエ。財布にも入れちゃう。やばい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 。よし。というわけで、多分もうこの部屋ではすることはないので、もう外出ていきましょう。はぁ、あ。開く。で、内部構造はね、後々後々もうすぐわかることなんで、あんまりここでは、いらぬ説明は省きます。というわけで、この人には話しかけてみましょう。おはよう、スナ君。いよいよ今日は鳥の湯の儀の日だね。準備はどうだい？バッチリ。他のみんなはもう広場に行って練習してるみたいだけど、君はさすがに余裕な感じだね。君の乗ってるあの赤いロフトバード、あれはいい鳥だよ。僕の鳥は前回の鳥の湯の儀では優勝できたけど、今回出場してたらもう君の鳥に勝てたかどうかは分かりません、ほんと。あー、でも鳥の力は乗り手の力で決まってくるからね。僕も鳥のことは毎日研究してるよ。だからさ、鳥のことで困った時はこのキコア先輩に何でも聞いてくれよな、ほんとにもう。ところで君、リンク君の部屋からちょっと花瓶が割れる音がしたんだけど、どういうことかな。というわけで、この人はキコア先輩ですね。で、こっちが確か先生、誰先生だったっけな。ヤスナ、今日はいよいよ鳥乗りの儀だな。実技担当の、あ、アウル先生か。学科担当のホーネル先生の教えをよく思い出して頑張るのだぞ。そういえば C で、見回しはちゃんとできる。周りは、というわけで、周りを見渡したいときは、C ボタンを押すと、ヌンチャクの C ボタンですね。とりあえずやってみるのが、もう100分1件にしかずですね。あ、もういきなりこれもちょっとおかしいですね。これね、リモコンがおかしくて、こうやってぐるぐる回っちゃうときは、こう、方向キー下ボタンを押すともうすぐね、治るんで。で、こうやって見渡すことができます。B ヌンチャクをこう振ることで見渡すことができると OK です。というわけでね、もうここ外もうすぐ出ていきたいところなんですが、こっちかな。ね、この人ね、ちょっとなんか樽が重そうで困っていますが、こういう時は助けません。はい、助けません。開く。というわけで、お外にやってきました。いきなりね、もう街に行きたいところなんですが、扉が閉ざされてますね。というわけで、これがスカイロフトの全体図って感じかな。スカイロフト天空に浮いてますよ。さあ、カメラでの紹介が終わって、こっちはね、まだ、扉が閉ざされていけないんですが、まあ、いきなりちょっと説明していただくところなんですが、ちょっと日本語がおかしいな。というわけで、これはね、もう普通にね、もう A で調べたらセーブができるところです。で、ここで、こっち行こうとすると、おーい、セナ、こっちだ。おはよう、セナ。今日はいよいよ、鳥乗りの儀の日だね。調子はどうだ？ちょっと話したいことがあるから、Z を押したままこっちを見て A で話しかけてくれ。Z ボタン。で、これで遠いところで、お話しできるという感じかな。そうそう、Z を使うとその方向を注目できるんだ。Z 注目を使えば人と簡単に A が話できるぜ。注目する相手がいなくても Z を押せば前を向けるから便利だぞ。でもこう離れてちょっと話しづらいな。こっちに上がってきてくれんか。ほれ、そこの木箱からダッシュで駆け上がれば登れるだろ。ダッシュは A を押したまま移動だ。そのぐらいの段差ならひょひょいと登れるからな。さあ、ここまで上がってきてくれ。というわけでね、ここね、もうなんでしょう、一番変わってるところっていうかなんだろうね、このダッシュした時にこの壁ぶち当たるとこうやってもう登れることができるんですよ。もうなんだろうね、プレスリーのなんだろう、アンチャーテッドみたいな感じ。もうちょっとね、こう行き詰まったとこがあったみたいな感じで、ここでね、壁があるとスッスッスッと登ってこうやっていけるんで、こうやって木箱とかあるところはこうやって活用していきましょう。どうだ、 A ダッシュは便利だろ。でも調子に乗ってるとこの頑張りゲージね、あの緑のゲージです、フラフラになってしまうからな。
少し休んだ方がいいぞ。さて次だ。それぐらいの距離なら移動するだけでジャンプができるぞ。これをオートジャンプというのだ。オート、いい響きだ、いい響きだな。よいしょ、ほいちょ。おはようセナ、今朝は早速鳥の犬の練習か。うん、約束？そうか、ゼルダを待たせてるのか。だったらちょうどいい。ゼルダのお父上ゲポラ校長のペットのミーちゃんがまた脱走したらくしかねえ。ほら、あんなところに。校長先生はゼルダと儀式の準備で忙しそうだし、私が餌をあげようと思ってるんだが、もうすぐ儀式が始まるだろう。ほら、こんなクソだよな。お前がミーちゃんをここまで強い、はい、もう素直、順々従順って言おうとしたんだけど。あの辺りから上に登れそうだぞ。のきにぶら下がってあっちまで行けば嫌に登れると思う。すまんが頼んだぞ。よっしゃ、やっていきましょうか。もうすっごい、もう肉体派ですからね。もうガチムチですよ、この服脱いだら。というわけでここね、多分ぶら下がれると思う。ほら見てみろ。でヌンチャクをこう、あ、ヌンチャク、ヌンチャクだった、あ、ヌンチャク、あ、ウィースティックか。ウィースティックをこうやってね、こう交互に振ってく感じでやるとすぐね、パッパッパッと飛び移れる感じが。でここはオートジャンプですね。いい響きだ。でここはツタかな。はい、すごいすごいサクサク動く。でこっち、おいセナ、いくらお前でもその屋根の高さ A ダッシュでは登れんだろう。まあおよそ見当はつきます。はいはいはい、なるほどね。もういつも通りのゼルダって感じがします。でこれを A で掴んで動かす。これで土台ができました。でこれで登っていきましょう。はっ、兄ちゃん発見。こら、よいしょ、かわいいやつだ。あ、投げちゃダメよ。これで普通に走ってここからの隙間から降りていくと、この先生のところ、これアウール先生だったっけな。はい、起きます。おお、無事に連れてきてくれた。あ、にゃにゃ、忙しい時に悪かったな、すな。ではみーちゃんはホーネル先生が餌をあげておくから。あ、ホーネルね、神殿前の広場にあるあるじゃないな、いるだ、校長先生に見つかりましたと伝えてくれ。そこの階段から登っていきますね。やっていきましょうか。ゼルダも一緒のはずだからな、早く行ってあげなさい。よっしゃ、ダッシュで行こう。もうゼルダ様の、もうなんだろう、もうえも言えぬなんかすごいいい香りがこっからプンプンしてくるんだよね。ここら辺かな、ここら辺からもう風に乗ってキューってね。よし、やっていきましょう。あ、話しかけれるんだけど。ん、お、セナ、おはようさん、昨日の晩はゆっくり眠れたかい。いやね、うんうん、え、わし、うん、うん、うん、ちょっと、ガタが来ててな、本当にもう。あー、ご苦労様です。あそこにあるモニュメントに向かって、あ、さっき僕が説明したんでよろしいです。はい、大丈夫です。転ばの先に女神頼みってやつだ。高割れが聞こえてきましたが、でここが頑張りゲージのこの何だろう、頑張りの実、これをね、パッて取ると頑張りのゲージが、復活します。でこれでもうパッパッパッとこの木の階段を走っていきます。こういう感じでね、回復するんで。あ、もういる。あ、見てこれも、あー、いるねこれ。あー、もうすごい存在感だ。俺には見えるぞ、肉眼では見えない、このなんだろう、もうこのなんだろう、ピンク色なオーラ。よし、行ってみましょうか、行ってみましょうか、行ってみましょう。おはようすな。あー、にやけちゃう。私のロフトファイヤー、緊張してる。やばい、俺緊張してる。私のロフトバードがちゃんと起こした？セナを起こした？約束忘れてたんでしょ？もう喋り方までおしとやかになっちゃう。ねえ見て、私の服とこの楽器、今日の鳥のりの儀の儀式で使う女神様役の装具なの。すごいでしょ？特にこの楽器、伝説の女神様がこれと同じものを持っていたらしいの。本当に綺麗な音が鳴るのよ。お父様に聞いたんだけど、この楽器はハープっていう名前なんだって。それにこの衣装も素敵でしょ？
肩のショーラーは私が作ったの。これも今日の儀式で使うのよ。あーもうこの人にはもういつも何度でも弾いてもらいたいですね。これも決まりやめて、ピーピンゲンテンテケテケテンテケテケテンテケテケテケテン、ハープで、ハープと衣装で、今日の私は伝説の女神様セナに一番に見てほしくて来てもらったのね。似合ってる。うわーどうしましょうかな。これ前ね、前のこのなんだろう、世界を変えるゼルダの伝説スカイウォードソードではこっちを選んでしまったんですよ。もうこのウィースティックがもうほんとやんちゃものでというわけで、今回はよく似合ってるでいきましょう。もうほんとにねよく似合ってるんで、うふそうでしょ、ありがとうセナ。ゼルダ、儀式の準備はもう済んだのか。これは校長先生の声ですね。あ、お父様。おお、セナも来ておったのか。さすがの寝ぼすけも今日ばかりはきちんと起きられたというわけだ。というわけでこの人が校長先生です。なんでね、あのなんだろう、ゼルダの伝説のなんかね豆知識というか、なんか裏の情報では、このね校長先生の生まれ変わりというか、なんか、うん、生まれ変わりか、生まれ変わりがなんかあの時のオカリナのあのフクロウさんですよ。フクロウほほーってやつ、あれだらしいですよ。なんかあれの名前もゲボラっていう感じの名前だったらしいんで、もうなんかいろいろと本当にゼルダ繋がってるんだなみたいな感じで感心しますね。お前が今日の鳥の脱ぎで優勝すれば、女神様役のゼルダと共に儀式に参加できる、頑張るのだな。それなんだけどさ、本当にもうお父さん聞いても、すいません、もう最近ほとんど鳥の脱ぎのにもう練習してないんだから、もう本当にこの人もう足腰立たんわ。たまにロフトバードに乗ってもぼんやりに飛んでるだけだし、もう本当にもう何してんの。素早く機敏に鳥を操れないと優勝なんてできないのに、本当にもう。まあ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 、そう怒るなゼルダ。鳥乗りの儀は人と鳥との絆や技量が試される場、お前の言うように簡単には優勝などできん。確かにセナは普段あまり真面目に練習してはおらんようだが、幼き頃からずっと見ている、お前にも分かっておるだろう。セナ、そして共によるあのロフトバードの特別な結びつきを。我々スカイロフトの民には必ず己と対になる鳥がおる。それは皆が女神様からのご加護である守護鳥をロフトバードを授かるがゆえよ。この女神像の前で皆が幼き頃に一人一人それぞれの鳥と出会う。無論お前たちもそうであったが、セナには他のものとは異なるところがあった。それはセナの元に来たロフトバードが非常に珍しい、絶滅したはずの紅族であったということだ。セナとあの赤き鳥は不可思議な縁で結ばれておる。ゼルダよ、お前は覚えておるかの、幼き頃出会ったばかりのセナたちを。初めての出会いから修練も経ず、軽やかに空を舞い、見事に心が通じおっておった。わしはよく覚えておるよ。それはもう幼き頃のお前が嫉妬でむくれてしまうほどの中であっただな。何かピンときたのか。ま、そのような鳥と心を通わせれるセナを妬む者もわずかにおるようだが、変わった人生を歩む者には必ずついて回るやっかみというものよ。お手上げ。お父さん笑ってる場合じゃないわ。今日の鳥の脱ぎは騎士学校の課題試験を兼ねているのよ。鳥の脱ぎに試験に真面目に参加しなかったら評価だってしてもらえない。そうなったらセナ、騎士になれないのよ。おうおう、わかったわかった、少し落ち着きなさいゼルダ。まったくお前はいつもセナのこと、あう。どうなすった、セナ。少しでも、練習しておきましょう。こっちに来てさあ。あ、こういうちょっとね、なんだろう、男を引っ張っていける女はすごくあれですね。さあ、ここからいつもみたいにダイビングしてロフトバードを呼んで。鳥の脱ぎはもうすぐなんだから、今だけは真面目にやってちょうだい。え、なんですって、ロフトバード感じられないって。もうさっきのお父様の話に乗っかってごまかすまで もうお願いだからちゃんと練習しようよ。もう本当にもう冗談がうまい。じゃあ行ってらっしゃい。あ、
セナ早く、方向機下を押してロフトバード呼ぶのよ。ロフトバードが本名だが、大変というわけで、なんかねトラブルが起きて、トラブルというかね、まあロフトバード、このねゼルダには青い鳥がついてるんですが、リンクには赤い鳥がついてるんですよ。今回はその赤い鳥が来なかった。触れないぞこのロフトバードが。さあどうなっているんでございましょうか。セナしっかり捕まっていて、ああすごい万能すぎるぜ。お前たち大丈夫か。ごめんね、無理な飛び方させちゃって。どこも怪我してない。すごく目を見開いてぐったりしてるところが、あーいかにも印象的だ。それにしてもセナ、ロフトバードどうしたのかな。主が呼んでも姿を現さんと。セナよ、お前はまだロフトバードを感じられるのか。間もなく鳥の脱ぎだというのに困ったことになったな。セナ、さっきのことは本当だったのね。ごめんなさい。私はもう少しこの子を休ませてから行くから、あなたは自分のロフトバードを探しに行って。あ、鐘が鳴ってますね。もうすぐ鳥の脱ぎが始まるってことなのかな。おお、こんな時間か。今年の鳥の脱ぎの担当は確かホーネル先生だったな。セナよ、このことをホーネル先生に相談してみてはどうだ。お父様、ホーネル先生に相談しても先生は結局校長のお父様に話を持ってこられると思うわ。おお、さすが我が娘、その通りだな。我が娘だな。ではこの件はわしがホーネル先生に説明しよう。セナよ、彼にわしの部屋に来るように伝えてくれ。よっしゃ任せ。ホーネル先生に何だろう、ゲポラ校長先生のところに連れていくミッションと、自分の赤いロフトバードを探すミッション、この2つを次からこなしていきましょう。ゼルダさんはね、この赤いロフトバード、赤じゃない、青色のロフトバードを少し休ませてから行くというわけです。というわけでね、次回はロフトバード探しと、ホーネル先生お使いの旅みたいな感じかな。よし、まあじゃあ今回はここぐらいにしとこうかな。もうよく喋ってよ本当に。もうよし、じゃあまずはセーブしてから終わりましょうか。はい、セーブをするとどんな感じになるのか調べてみましょう。鳥のモニュメント、セーブする。あー、なんで。ほらこういうもうウィースティックのこれがありますからね。仮想大会になるのも辞さないというか。セーブする、セーブします。電源を切らないでください。セーブしましたみたいな感じでね、もうスラッとしちゃうよ、スパーッともうセーブできるというわけで、じゃあ今回はここぐらいにしておきましょう。はい、というわけでパート1どうだしたい。こうやってカミカミですもんね、本当にもう困ったもんですよ。というわけでパート1どうでしたでしょうか。かなりね、ペラペラ喋ってしまいましたが、僕自身もね楽しめたと思うんで、まあ事なきを得たって感じですかね。というわけでじゃあ、まあ次回のパート2からこれからねよろしくお願いします。というわけでじゃあ